はい、ゆうごドット TV 始まりました。2日ぶりかな多分。はい、早速いきましょう。これからはやらないことも大切になる。こちらのお題に沿って読み上げていきたいと思います。20代までは可能性を広げるためにがむしゃらに何でも経験が必要でした。入社してまだ浅いため社会経験と思い何でも経験を積んでいました。もちろん30代でも様々な経験は必要ですが、何でもがむしゃらにというわけにはいきません。30代は仕事に責任を持つ年齢です。あれもやりたい、これもやりたいという気持ちはわかりますが、人生の時間は無限ではありません。何でもやろうとするとかえって仕事の質が中途半端になり責任が果たせなくなるのです。30代になると年齢もある程度高くなっていますから、将来を見据えて専門性に絞る時です。ではどうするのかというと、やらないことを決めるのです。自分の得意に集中して苦手なことはやりません。結果として仕事の専門性が高くなり、仕事の責任も果たしやすくなります。例えば人と接するのが苦手であれば営業はやらないと決めるのもいいでしょう。やらないことをはっきり決めれば会社も人事がしやすくなります。しやすくなり自分も得意なことに集中できます。自分は一生これをやらないと決めている、そう言えることがあるのも素晴らしい人生です。やらないことを決めることで時間ができ、自分の専門性を高めることができるのです。今日の格言、やらないことを決める。間違いないね。大事、やらない、もう必要最低限のことはやらない、無駄な時間を過ごさない、自分に言い聞かせよということで、本日もご清聴いただきありがとうございました。また明日。